キャンプ初日からアピールしていきたいですし、そのキャンプの一発目に勝負できるように、まあ、この自主トレ期間でレベルアップしていきたいと思います。まあ、今年は手応えまではいかなかったですけど、まあ、でも投げていくごとに少しずつ良くなっていってたんで、まあ、来シーズンもっといけるなっていうふうに思いました。50試合以上は投げて優勝したいなっていうふうに思います。キャンプの時は、本当支配下になるっていうところだけを見て、アピールに必死だったので、初勝利も含めていろんな経験をさせてもらえたので良かったかなと思います。来年は本当、勝負の一年になると思うんで、覚悟を決めて、結果は全ての世界なんで、まあ、でも僕の中では、しっかりひたむきに、ユニフォーム着たら全力でやるっていうのはずっと変わらないと思うんで、そこはしっかりブレずに、やっていって、レギュラー予想に加わればいいかなと思います。